今のトヨタに不安を感じてます。ひろゆきさんはトヨタはどうなると思いますか。トヨタの株は売った方がいいですか。まあその日本の自動車業界はきついよねっていうのはありますけど、ただトヨタ自動車自体は優秀だと思いますけどね。少なくとも他の自動車会社よりは、特に日産なんかよりは。なので、まあ、その、トヨタ自動車は世界中に、そのアメリカのカリフォルニア州以外には、その、ガソリン車売り続けるっていうのはあるだろうし、じゃあその、本当に電気だよねとか、ハイブリッドだよねってなると、割とトヨタは戦える余地はあるので、なんでその、自動車業界どうなんだろうってなると、結構きついかもしれないですけど、自動車業界の中では、トヨタはまだマシなので、その、手放すって考えるのはもうちょっと先でも大丈夫じゃないかなと思いますけど。